全国の働く仲間の皆さん全労連の組合員の皆さんこんにちは全労連議長の小端ですいよいよ10月31日投開票で衆議院選挙が行われます全労連は今回の衆議院選挙にあたって強権政治を転換し労働者・国民の切実な要求の実現が可能となる 新しい政権を作ろうと呼びかけました皆さんは生活し働く中でどんな願い要求を持っていますかコロナ感染拡大の第4波第5波において残念ながら入院することができず自宅で亡くなる方が相次ぐという医療崩壊が起きてしまいましたその背景には病院や 保健所を減らし続けてきた国の政策があります医療介護公衆衛生を本気で充実させることが求められている時に政府は通常国会において国民の命を守ることに逆行する病床削減法を強硬に成立させました。さらに公立公立的病院の 再編統合を進めようとしています全労連はこうした命を軽んじる政策から命を守る政策への転換を求めていますまた日本の労働者の実質賃金はコロナ禍の前から20年以上にわたってずっと下がり続けてきました OECD 諸国の中で実質賃金が ずっと下がり続けているのは日本だけです。二十三年間で十点九パーセントも減少となる大幅な賃下げです。とりわけコロナ禍において、そのしわ寄せが女性労働者。非正規労働者に集中しています。一方、日本の富裕層トップ五十人の資産は。コロナ禍であっても、前年比で一点五倍となり。 大企業の内部留保も増え続けています全労連は格差なくし8時間働けば誰もが人間らしく暮らせる公正な社会の実現これを求めとりわけ男女の賃金格差をなくし低すぎる賃金の大幅底上げをするために最低賃金を1,500円以上にすること全国一律 最低賃金制度を実現することを要求し続けてきましたさらに安倍菅政権は憲法を変えて戦争する国づくりを進めようとしてきましたその姿勢は岸田政権になっても変わらないことが先日の所信表明演説でも明らかになりました全ロレは戦争する国づくりではなく憲法を生かして 世界中で進む平和な社会をつくろうとする流れにこうして唯一の戦争被爆国として核兵器禁止条約の批准を進めること沖縄の辺野古新基地建設をやめることなどを求めています憲法を生かし個人の尊厳が大切にされるジェンダー平等社会を実現することは重要な要求です私たちはこうした 切実な要求の実現が可能となる新しい政治の実現を求めて市民と野党の共闘を進めてきましたそしてついに今回の総選挙では立憲民主党日本共産党社会民主党令和新選組の四党が市民連合との共通政策に合意し共通政策を実行する政権の実現を目指すことにも合意しました 野党4党がが掲掲げげた共通政策6つの柱20の柱項目が掲げられています医療費削減政策を転換し医療公衆衛生整備を迅速に進めること最低賃金の引き上げや非正規労働者フリーランスの処遇改善選択的夫婦別姓制度などジェンダー視点に基づいた 自由で公平な社会の実現など労働者の切実な要求が盛り込まれています今までの政治を根本から転換し今まで述べてきた全労連や働く者の要求が実現できる内容となっています皆さんの願い要求につながる項目も入っているのではないでしょうかどうせ政治は変わらない 政治なんて自分たちと関係ないと考えている方もいらっしゃると思いますでも今までお話ししてきたように私たちの生活はまっすぐ政治とつながっていますそして私たちの要求を実現するために政治を変えることはできます要求を実現するための意思表示が今度の総選挙です10月31日は 選挙に行きましょう選挙に行って政治を変えましょうその選択ができるのは私たち一人一人です。